にちは、文化史ですね、第2弾ということで、全部で3回ぐらいになっちゃいそうですけれどもね、テスト範囲この動画で終わらせていきたいと思います。それではですね、今日はまずは、社会契約説の話ですね。はい、それではですね、この自然法思想による社会契約説という話ですけれども、まあ、そもそもこの社会契約説っていうのはどういうことかというと、国家とはですね、国民の主体的な契約によって成立する。まあ、要するにですね、国民はこの国 A っていう国の国民だったら A っていう国の国民になろうって自分から主体的に選択してなってるという状態、まあ、これが理想の状態ですと、ね、これつまり演繹的な取り組みですね。国家の理想っていうのはどんなものかな、国民が自分で自分の国の国民になるよってことを選択した状態、これがですね、社会契約説っていう形になっていきます。そんな国ございませんね。もうおぎゃーと生まれた瞬間から、まあこれね、二重国籍なんて言ってね、成人するまでにどちらかを選ぶよなんていう場合になると、これが出てきますね。全豪オープンでこうね、優勝した大坂なおみ選手とかね、どちらの国籍を取るんだみたいな話でね、日本人としてね、日本語もね可愛い感じですけれど、あんな感じでね、自分で選ぶっていう、まあ、例もありますが、まあ、これレアなケースですね。基本的にはこれは演繹的理想的な国家の在り方。じゃあこっちですね、自然法っていうのは何ですかっていうと、これはですね、まあ、そのままですけど、まあ、自然状態、まあ、つまり生まれながらにして誰にでもっていうね、基本的人権なんて話にも出てくるやつですよね、という要するに、自然な状態では誰もが持つ権利なんですよと。でそれを国家についても当てはめていくっていう、まあ、自然法思想による社会契約説っていうことなんですね。だからまるでこう個人の人権、これを、まあ、国家の人権、まあ、人権とは言わないですね、国家の権利というような形で発展させていく流れ、これがまあ見えてきますよっていうあたりなんですね。で具体的にどんな人がいたかというと、この人ですね、グロティウス、オランダの人ですね。年号見ていただければ、16世紀の末から17世紀の中頃まで、ちょうどこれいつかっていうとですね、これ30年戦争、ドイツを中心とした主戦場としたね、まあオランダも戦ってましたね。あとまあこの時代っていうんですから、スペイン、ポルトガルからオランダに覇権が移り変わる、こんなあたり、この頃に活躍した人、この人はですね、もう天才、もう神童ですね。8歳でですね、ラテン語これをまあ操ってですね、なんと大学にね、これから大学入ろうなんていう人も多い中でですね、11歳で入っちゃうというね、小学校5年生ですけどね、これ同級生もなんかビビりますけどね、グロティウス君みたいな感じでね、まあそういう天才です。でこの人もう高校生、17歳18歳ぐらいの頃にはですね、官僚になりますからね、もう常識が全く通用しません。10代でね、国家の代表団に随行員としてですね、国家間の交渉の席に着くみたいなね若造もいいとこですけどね、これ天才です。でこの人何をやりましたかっていうと、まあとにかくものすごい量の著作もありとあらゆる分野に書いていくんですけども、まあ、その中でも重要なのがこの海洋自由論、これいろんな訳ありますけどね、自由海洋論とかね、まあ海洋自由論、これ何かっていうと、国家間におけるですね、海洋における取り組み、具体的にはね、事件が起きてしまうんですね。これ先ほどもちらっと言いましたけれども、覇権がですね、スペイン、ポルトガル、まあ、ポルトガルはもう1580年にスペインに併合されてしまいます、フェリペ2世の時ね。このスペインとオランダの間でですね、トラブルが起きました。何かというと、オランダの商人がですね、自分の権益を犯したっていうんで、ポルトガル船を拿捕してしまうという事件が起きるんですね。どっちが正しいんだ、どっちに権利があるんだって、まだそういうルールがない時代だったわけですね。そこにグロティウスは自然法を取り入れてですね、ここまではこの国の権益と主張できると、まあ、具体的にはですね、領土から領海はこれぐらいだとかね、そういう基準なんかを提案したお話なんですね。まあ、ちなみにこれが最終的にはですね、国家間の経済対立まで発展していってですね、ちょうどこの後ですけれどもね、イギリスなんかはオランダに対して公海法というですね、植民地とイギリス間の船のやり取りに関してはオランダを締め出すなんていうね、法律作って、
でこれ戦争になっちゃいますね、エーラン戦争なんていう形になっていく、まあ、これは今度はオランダからイギリスに派遣が移っていくなんていう話のあたりですが、まあ、その元にあるようなお話でございます。さらにもう一個、戦争と平和、脳が抜けちゃったの法というですね、これ年号1625年、先ほど見ましたこれ30年戦争真っ盛りですね。この戦争についてのですね、こう国家間の権利ね、要するに戦争にはルールがあるんだみたいなね、そういう話に発展していく、あまりにも悲惨な戦争だったので、まあ、こういう論文を提案してですね、後のまあ戦争、国家とはっていう話に大きな影響を与えましたよと、まあ、これがグロティウス、オランダの人っていうところがね、これから覇権を握る国家の人がこういったことを提案してるってあたりも、まあ、時代を表してるかなということになるわけです。イギリスのホブズさんというですね、16世紀の末からですね、結構長生きしましたね、大体同じ頃の世代の人ですけど、こっちの方が全然長生きですね、でこの人何を言いましたかというと、有名な言葉、この言葉ですね、万人に対する闘争状態、これ何かっていうとですね、ホブズさんが言いたかったのは、国家とはどうあるべきかって話の時に、国家権力ね、今も国会で大きな問題になってますけれどもね、まあ権力っていうのはね、利権を生み出しますね。でこの国家権力っていうのは、難しい言葉で乱用、間違った方法で使われますよと、あまりにも絶大な大きな力なのでね、これが良くない使われ方をしてしまう。ところがホップスさんはこの国家権力を前向きに、要するに必要なものなんだと。なんで必要なものなのかというと、じゃあこれなかったらどうなるんですかってことを言うわけですね。国家権力が、強制力が、強大な権力が存在しなければ何が起きるか、それは個人がもう万人、もう誰もが万人に対して闘争状態になっちゃうんだよと。要するに権力があるから闘争が抑えられてる。まあね、あんまり良くない例かもしれないですけどね、警察がストライキに入っちゃいましたって、まあ、昔ロボコップっていう映画ありましたけれどもね、そうするともう犯罪がドカンドカン起きちゃうよみたいなね、捕まらないんだったらやっちまえみたいなことになっちゃってるんじゃないのと、まあ言えてみようというか、まあ確かにそういう面はあるにはありますよね。もし国家権力がなかったらば、個人のあるべき自然状態であるべき権利が保障されないと。だから時にはこの個人の権利を制限するような権力ではあるけれども必要なんだと。これをですね、この人が書いた本がですね、リヴァイアさんっていうね、こうゲーム大好きな人だとピンときちゃうかもしれないですけど、これ海の怪獣ですね。要するに圧倒的な権力とこの圧倒的な怪獣の力をですね掛け合わせたと。あの本のですね表紙なんかがね、あの王様がこう武器持ってるところになってるっていうね、でかすぎだよみたいな、あの進撃の巨人もびっくりみたいなね、そんな絵になってます。これはホブスさんということになります。さあまた出てきました、ロック天才ですからね、いろいろ出てきます。この人が書いた本が統治二論、これ訳がいっぱいあって、市民政府二論とか昔言いましたね、統治論二編とかね、まあ要するに二つの論文っていうことでいいんです。でこの人ロックは同じようにこの国家のあるべき姿ということに対してですね、重要な提案をするんですけれども、なんといっても重要なのは抵抗権という発想ですね。そもそも国家というのは何のためにあるか、それは国民、万人ですね、国民の幸せ幸福権利を実現する、自然状態をですね実現するために存在している。ところが実際どうなんだっていうと、これはできてない国家いっぱいあるわけですね。もしそれができていないんであれば、その国家を転覆、倒す、そういう権利も我々にはあるんだよ。これがですね、これイギリスの方でしたね。どういう影響を持つかというと、そのイギリス革命の正当性、さらにはこれがフランス革命とかですね、こういったところにも影響、イギリス、あのアメリカの独立戦争とかね、っていう重要な発想ですね。それまで力のある王様同士が戦い合ってその国を滅ぼすよっていうのはあったけど、そこに所属しているですね、まあ、国民って発想もこの辺りから出てくるんですけれども、そこに住んでいる、まあ、最底辺の人たちから含めて全員が、この国は間違ってる、この王様間違ってる、この政治は間違ってるって話になったのはこのロックからなんですよね。これ大切な思想ですね。これみんなびっくりこいちゃうけど、まあ、国が倒せるんですかっていう話になるわけなんですね。これはロックの抵抗権、まあ、または革命権なんとも呼ばれたりします。
はい、それではですね、次ですけれども、啓蒙思想、これ18世紀のフリードリヒ2世のところでちょっと触れましたね、啓蒙先生君主、まあ、これちょっと深く触れていきましょうと。でこれ何かっていうと、まあ、フランスで盛り上がっていく思想なんですけれども、来ましたね、関東のところでもちょっと出てきましたけど、この理性ってやつなんですよね。理性というものに従っていきましょうと、まあ、この理性ということは一体何なのかっていう話するとまたこれ長くなってしまうので、まあ、ここはちょっとさらっと流しますけれども、まあ、皆さん、まあ、それぞれ理性が別々にあると思いますけどね、こうするべきじゃないかするべきじゃないかとか、こういったものに従おうと。で逆にこれまたね、ドグマなんて出てきましたけど、この偏見、こういったもので見方がずれてしまう、間違えてしまう、こういったものを取り去る必要があるんだよと。今世の中でこっちが多いよと、だからこれを取り去ってこの理性をこう大切にして生きていきましょうなんていう考え方、まあ、ざっくり言っちゃうとこういう思想なんですね。で具体的にどんな人たちがいたかっていうと、モンテスキューさんですね。これはもう中学校でも聞いたことありますね。フランス人の人ですよ。1689からもうこれもうちょっとでね、イギリス革命終わりますよ、権利の焦点ですよっていうところから18世紀の中頃まで、これね、先ほど出てきたフリードリヒ2世、ね、七年戦争とかね、あのオーストリア継承戦争とか、あんなあたりまでの方ですね。でこのモンテスキューは何を言ったかっていうと、かの有名でですね、法の精神という論文でですね、何を主張したかというと、三権分立ですね。つまり権力というのは一つにまとまると、先ほどのリヴァイアさんじゃないですけどもね、とてつもなくでかいものになってしまう、できるだけ分散させた方がいいと。でここでモンテスキューの言ったこの3つに分散する、これが非常にバランスがいいですよ。じゃあこれどこをモデルにしたかというと、実はこれイギリスのですね、権力分散、議会政治の発展っていうところでですね、法律を作る議会と行政権を持つ内閣と、で司法権、裁判所、まあ、こういった流れの大元ですね、これが徐々にでき始めていたこのイギリスを参考に、権力は分散すべしと。だからイギリスはうまくいくの、これもうちょっと、もう産業革命芽生え始めてますからね、このもうちょっといくとパックスブリタニカってなるあたりですね。まあ、ちなみにフランスとイギリスっていうのはライバルですよ、ちょっと仲悪いんですよなんて話もありましたけれども、もうイギリス人がもう引くぐらいですね賛美したというふうに言われてますね。まあ、モンテスキューはイギリス、これこそモデルであると。でこれが大きな影響を及ぼすわけですね。みんなこのシステムを導入していくと、まあ、現代にまで続いていくということになるわけですね。さあ来ました、ヴォルテール、これはもう2度目ですね。フリードリヒ2世とも親交が あってですね、フリードリヒ2世はヴォルテールのための部屋を用意したような、通称ヴォルテールの間なんてね、これが宮殿にありましたなんて話も出てきましたね。このヴォルテールさん何をやったかっていうと、とにかくこれですね、宗教的不寛容、これちょっとずれちゃいましたけど、まあ、カトリックがね、いたんだなんだっつって取り締まっていくよみたいなね、あんなあたりですね。あと迷信出てきました、偏見、こういったものを批判ね、より客観性を持ってなんていうことを提唱していく、これはヴォルテールさんですね。フリードリヒ2世との親交があって、そのお手紙、書簡っていうのはお手紙ですね、のやり取り、これがまあ一冊にまとまってますよと、まあ、哲学書簡なんて呼ばれています、この人の思想が詰まってますよ。まあでもこの時代を見るとね、こんなこれ今教会を真っ向から批判するっていうのもなかなかね、まあ、ルターもすごかったですけれどもね、まあ、なかなか難しい時代ではありましたが、まあ、時代を変えていった重要な啓蒙思想家でありました。さあそして現れましたね、ジャン・ジャック・ルソーですけれどもね、この人スーッと、まあ、まあ時代がちょっと進んでますが、随分変わった方だったっていうことなんですけれども、こういう本残してますね、人間不平等起源論。何かっていうと貧富の格差ですね、富の偏在の問題で、まあ、街中にはですね、家を持たないでですね、外で暮らしちゃってるようなね、苦しい生活をする人もいらっしゃいますと。おかしいぞと、18世紀世の中は豊かになってね、で、もうルイ14世、まあちょっともね、もうちょっとこれも死にますね、ということで、まあでも史上空前の繁栄だなんて言ってるのに、なんでこんなに格差があるんだと。でちなみにどれぐらい格差があるのかっていうのはね、こう自らですね、家を出てですね、同じようにこう貧しい生活を体験するということでですね、なかなか変わった方ですね。で、やっぱり苦しいなんて言って
てですね、世の中こんなに不平等だなんていうこと、でもこれはおかしいと、本来自然状態であればこれは間違ってるというような話になっていくわけですね。さあそしてですね、この社会契約論、まあ、これももう中学校からやるようなですね、超有名どころの、まあ、国家とはどうあるべきか。で先ほども言ったように、まあ、フランスがですね、まあ、財政的にも非常に苦しくなってきますね、まあ、このあたりになるとね、アメリカの独立戦争、まあ、79年にねフランス革命を受けますけれども、今のフランスは間違ってると、ね、国家とはどうあるべきかっていうところで、これがフランス革命につながっていく重要な思想、これが社会契約論ということになっていく。さあここでですね、とても重要なところなんですけど、これ百科全書派、まあ、グループですね、これ何ですかっていうと、今見てきていただいたように、中世から近世へと、まあ、近代へとつながっていく流れの中で価値観の崩壊が起こったわけですね。価値観の崩壊が起こると、新しい思想がもうそれこそ百花聡明ありましたね、諸子百花のようにですね、いろいろ出てくるわけだ。でところがそれらの思想、今の時代だったらですね、ネットを通じてね、まあ、こんな形で発信することもできますけれども、まあ、当時はそれはできない。でいろんな素晴らしい思想家たち、この思想家の資料をですね、思想をまとめて一冊の本にしましょう、百科全書、ね、百科事典みたいなね、っていうことをやった人がいます。これ誰かっていうと、ディドロ、まあフランス人ね、ダランベール、まあ、いずれも18世紀を生きた思想家ですけれども、この人はですね、もうありとあらゆる思想家たちに協力を依頼してですね、で、執筆してもらいました。実にこの百科全書を作った百科全書に参加した思想家はですね、まあ、200人近く、184人ということなんですね。まあ、ここに書いたルーソーであるとかですね、このボルテールももちろんそうです、ね、ケネとかですね、前出てきましたビューフォン、ね、進化論、とかですね、いろんな方が参加をしました。その結果何が起きたかというと、比較ができるわけですよね。さまざまな思想に一気にアクセスができる。これによってですね、当時の思想がぐっとこうまたレベルがですね変わっていったのよと。でこういう編集するっていうのは、これ現代においてもとても重要な作業、まあまさにね、こういう授業とかも編集の一環ですけれどもね、もともとそれぞれ別個にあるものをくっつなぎ合わせてですね、新たな価値を生み出すというですね、これは百科全書派というグループになります。はい、それでは次の話ですけれども、この啓蒙思想がですね、経済にも影響を及ぼすようになったと。でまあ、もちろんそれまでも経済っていうのはあったわけですけれども、産業の中心は農業だったわけですね。でこの農業が、大きく転換していきます。人と物を移動させていく、まあ、大航海時代以降特に、でさらにはこれが産業革命でつながっていくわけですけれども、この経済っていう考え方、物の考え方の発展ですね、これがもう次元が変わってきます。で具体的には重農主義と呼ばれる思想、もう読んで字のごとくですね、農業が経済の根幹にあるんだよと、まあ、当たり前なんですけども、農業を富の源泉とするっていうことなんですね。でこの中でとても重要なテーマ、重農主義がですね掲げたのがこれです、レッセフェール、ナスに任せよ。つまりですね、この農業生産または販売、こういったものの活動を発展させるのにとても大切なことは自由ですと、ナスに任せよという思想、考え方なんですね。これ脈々と現代の経済にまで引き継がれている重要なテーマになってきます。でこの中でもですね、ケネーとか、まあ、キュルゴーとかそういった人たち出てきますけど、このケネーという人が書いた経済表というですね論文、これすごく重要で、現代の経済の根幹をなすようなですね、考え方、それは何かというと、経済をどのようにして捉えますかと。で経済の3要素で、これ絶対覚えてくださいね。経済というのは生産、消費、物流ね、物が生産されると物流、あ、流通、まあ物流ですね、流通でもいいんですけど、物流ね、トラックとか、ね、電車とか飛行機とかいろんなものにお願いしてですね、移動して、で消費される、この3つの形態、
これによって経済を説明しようとした、まあ、初めての人ですよ、初めての論文ですよって言われるのがこのケネ経済表って呼ばれるんですね。まあ、いずれにせよこの後につながるこの経済についての捉え方の、まあ、土台、これがこの順応主義、まあ、ケネのあたりですねに登場してきますよと。まあ、ちなみにレッセフェルってありますけれども、当時はこのいわゆる産業については特権商人たちがね、これ東インド会社なんて出てきましたよね、一部の特権商人が王様とかと強く結びついて富を独占するみたいな、そういうんじゃダメだっていうような流れでもあるんですね。これ重要な流れになっていきます。あとですね、このケネの後継者ですね、弟子とも言われたりしますけれどもね、同じようにフランスの人物ですが、この人は同じようにこの経済の専門家としてね大きな力を持つんですけれども、フランスのもう最悪の状態になっちゃったフランスの財政を立て直すってことを期待されて財務総監、これに任命されます。まあでも失脚、うまくいかない。まあ簡単に言うとですね、マリー・アントワネットね、ああいった富裕層のですね、贅沢を止めようなんて言ってね、潰されちゃったりするわけなんですけれども、まあこれはフランス革命の時にまた出てきます。まあぜひお楽しみにしていただきたいなと思います。そして来ました、皆さんよくご存知のですね、アダム・スミス、ね、イギリスですね、フランスじゃないですもイギリス、産業革命が起きてくるわけですね。まあそういった中でこのいわゆる現在につながる古典経済学の古典派ね、元になるような重要な考えが出てきます。有名なこの国富論出てきましたね。でこの国富論っていうのは何を言ってるかというと、まあ、まずはこの自由が保障されることはとても重要ですよっていうことを言っていますね。でさらにはこの国富論においては、歴史からですね、経済の歴史からで、さらにはそこにから導き出される理論、そしてその理論に基づいた政策といったような形でですね、経済を捉えていくというですね、まあこれまた新しい時代が来たなというような形ですね。でさらにはですね、この市場の経済についてですね、まあ、何を言ったかというとですね、国民の生産活動全体こそが、まあ、富の源泉なんであると、まあ、農業だろうが何だろうがですね、まあ、先ほど見たようなこの生産消費物流とかですね、まあ、こういったもう全ての生産活動、まあ、経済活動ですね、まあ、こういったものは国家の富の源泉なんですよと。だから全体で捉えていかないと経済は見えていきませんよなんていう話になっていきますね。さらにはですね、この後出てきますけれども、まあ、分業なんていうことをね、主張したりして、まあ、工場の活躍ですね、なんていう話にもつながっていくんですが、まあ、とにかく現代経済のですね、経済学のですね基礎土台、これを築いた人、これはアダム・スミスという人になるわけですね。ですのでこの文化史を見ていくと、時代、この時代は一体どういう時代だったのかっていうのが見えてきますね。一つ重要なのは、大航海時代からオランダへこの商業の時代にこう転換していく覇権の転換、さらにはヨーロッパで次々と起こっていた戦争、覇権争いの戦争、そして産業革命なんていうところにこうつながっていく思想がですね、もう花開いて、これよく見えますね。しかも時代の転換ですね。ですのでこういった思想が花開くと。これで2回目は終了、3回目はですね、もうこれまた私の大好物な、音楽とかになってきますので、そちらもぜひ、見てですね勉強していただきたいなと思います。それではさようなら。